私の名前はなるみ、タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私は駅近くに駐車場を借りているんだけど、たまにそこの駐車場を貸してほしいというママさんがいるんだよね。私が使っていない時は1日分の金額を払ってもらってるんだ。無料で貸し出すと変な輩が増える可能性があるからね。なのに変なママさんにまた絡まれちゃった。私に駐車場無料で貸せ。私が使ってあげるって言ってるんだから無料でいいよね。駐車場って駅近くのところだよね。そう。そこを使う場合は1日500円もらう。は？貸し出しするときは1日500円って決めてるの。これでも駅近くだからだいぶ安いよ。そんなの無理なんだけど。無料で貸して。え？500円も払えないの？そういうことじゃなくて、ママ友なんだから無料でいいじゃん。無料で貸し出すと、じゃあ私もっていう人が何人も出てくるでしょ。そうなると取り合いとかにもなるし、揉め事になりかねない。そんなの力で制圧すればいいのよ。早い者勝ちとかにして。そういったトラブルを防ぐために1日500円って決めてるの。それが嫌なら違う駐車場を自分で探して。他のところ結構高いんだもん。私の駐車場を使う場合は500円払ってもらう。なるみさんってそんなにケチなの？私の話聞いてんのか。お金いっぱいもらってるくせにそんなケチケチしなくていいじゃん。心に余裕ない感じが出てますよ。お金の問題じゃない。トラブルを防ぐためにって言ってもわからないなら他を当たって。無料で貸して。私無料で貸してもらえると思ってたから頼んだのに。だから無理だって言ってるでしょうが、しつこい。あなたこそ500円も払えないわけ？もったいないじゃん。ママ友に500円も払うなんて。それ払わなかったらカフェでコーヒー飲めるんだよ。カフェのコーヒーを我慢するか、もっと高い駐車場に止めるか自分で考えて。というより、あなたはもう面倒だから貸さない。はあ？この感じだとやっぱりお金払いたくないとか後でごねそうだし、近くの安い駐車場を自分で探して。冷たいわね。もう少し寄り添ってくれたりしないわけ？あなたが寄り添う気がないからね。慈善活動で駐車場を貸してるわけじゃないし。もういいわよ。あなたのところなんて絶対使わない。あんなところに止めたら車が腐る。はいはい、そうだね。覚えてなさいよ。断ったこと絶対に後悔させてやるんだから。うん、楽しみにしとく。キー。数日後、なるみさんが貸してくれないせいで他のママさんが困ってるの知ってる？全部なるみさんのせいだよ。何の話？なるみさんが駐車場を貸してくれないから他のママさんに借りてるの。あなたみたいな人に貸してくれる人がいたんだ。心優しい人がいたもんだ。それってどういう意味？言葉通りの意味だけど。私今吉田さんに借りてるの。吉田さん？駐車場契約してたっけ？あの人土地を持ってるのよ。使い道がなくて困ってるって言ってたからそこを使ってあげたの。ああ、確か言ってたね。祖父母からもらった土地があるんだとか。そこ手入れされてなくて草がぼうぼうなの。その場所を駐車場として使うことにしたんだ。無料で貸してくれるなんて優しいね。いや、勝手に使ってる。は？どうせ使ってないみたいだから私が有効活用してあげた。草がぼうぼうで大変って言ってたから旦那に頼んで草刈りしてもらって、その後勝手に使ってる。何も言わずに使ってるってこと？そういうこと。草刈りしてあげたんだからいいでしょ。今電話して聞いたら草刈りも勝手にやったんでしょ。何も頼んでないのに勝手にしてたって。けど実際問題それで助かったんじゃないの？だからここをどう使おうと私の勝手よ。困ってるって言ってるよ。勝手に駐車場として使ってそこでバーベキューしたりしてるんだって。どうせ使わない土地なら使わせてよ。けど税金とか吉田さんが払ってるわけだし、そこは吉田さんの土地なの。だから言ってるでしょ。私が草刈りをして使えるようにしてあげた。つまり有効活用のリサイクル、わかる？ここはもう私の土地と言ってもいいのよ。夜中にバカ笑いが聞こえるってクレーム来てるみたいじゃん。そこね、私だけじゃなくて他の人に貸し出ししてるの。貸し出し？そうよ。月額料金払ってもらって貸し出ししてる。あなた人の土地で何勝手なことしてんの？けど別に使ってないからよくない？吉田さんがいいって言うならいいけど、吉田さんはダメだって何度も注意してるらしいじゃん。けど私たちママ友だし、
なんか調べたら個人のどうのこうのは警察介入しないみたいなのあったし、とりあえずここは私が使うから。使うからじゃねえよこのアホ、他人に迷惑かけんの。誰のせいでこうなったと思ってるの？は？なるみさんが駐車場貸してくれればこんなことにはならなかったのに、貸してくれないから私が吉田さんの土地に目をつけた。さらにそこでお小遣い稼ぎもなんて私天才。土地を勝手に貸し出してお金を稼いでるのって本当にありえない。別にいいじゃん、なるみさんには関係ないし。ただなるみさんの前回の態度がムカついたから報告しただけ。なるみさんのせいで他の人が被害に遭ったんだよって。私のせいとかじゃなくて全部ヨミさんのせいだから。まあ別にいいよ、これでいいお小遣い稼ぎできそうだし、結構な広さがあるからバーベキューとかも OK ってことにしてるしさ。よかったらなるみさんにも貸してあげようか。1日1万で。痛い目見るよ。やれるもんならやってみろ。じゃあね。1ヶ月後。人の駐車場無料で使ってそれでお金稼ぐなんて最高。これからこれでどんどん稼ごっと。車が廃車だね。え？何台か車廃車になっちゃったけど、あなたはお金払えるの？何が？だから車が廃車になってるんだって。あなたが勝手に貸し出した駐車場は池になったよ。え？池？ん？意味わかんないけど何の話？注意しても駐車場として使うのやめなかったんでしょ？吉田さんや私も注意したのに聞く耳持たずで。使わない土地の有効活用しようと思って。残念ながらあの土地吉田さんのものじゃなくなったんだ。私のになったってこと？なわけないでしょ。あの土地ユリが買い取ったんだよ。ママ友のユリさんが？いろんな収入があってお金を持ってるからね、ユリは。あそこ結構広い土地だから整備したら使い道がありそうだってユリが言ってて、吉田さんは使い道がなくて売ろうって考えてたみたいでさ、それを買い取ったのがユリってわけ。ユリさんが買い取るところまでは分かったけど、池になってるって何？あそこの土地結構広かったでしょ。あなたが勝手に何台分も貸し出すくらいだし。確かに結構広かったけど。今後ドッグランになる予定なの。ドッグラン？そう、しかも犬が遊べる池も作る予定でさ、そこに車が今突っ込んでるってわけ。ちょっと待って、ちょっと待って、まずくない？つまりいつも通り駐車場だと思って入ってきた車がいきなり池の中に突っ込んでるってことよね。そう、苦情の電話殺到すると思うよ。やばいって、それ絶対やばいって。廃車とかになったら誰の責任になるの？あんたしかいないでしょうね。人の土地を勝手に貸してお金取ってるんだから。ちょっと待って、やばい、 LINE とか電話が来てる。あ、ちなみに言っとくけど、ここを使わないでって全員に説明してる。そうなの？うん、事情を説明した上で勝手に使ってる人が今回被害に遭ってるわけ。だからここ最近契約をやめる人が多かったのか。あんたと似たドキュンばっかり残ったからね。知らねえよ、こんないい場所私たち絶対使うから。私たち関係ないし、とかふざけてた人たちの車が今廃車になってるってわけ。どうしようどうしよう、とりあえずユリさんに連絡しないと。やばいって。ユリとひまわりとヨミのライン。わざわざ見えづらい位置に池を作るなんて意地悪だよね。私が買い取った土地なんですから好きにしていいじゃないですか。それにあの場所には池がある方がいいと思ったんです。楽しみだな、ドッグラン。私も出来上がったらすぐに行くね。思いっきり走らせてあげましょう。うん。ちょっとユリさん、どういうつもり？なんで勝手に土地を買い取るのよ。なんでドッグランにするのよ。なんで池なんか作るのよ。私が買い取った私の土地を好きに使って何が悪いんですか？よくそんな金あったわね。まあユリは裏の施設の経営とか、うん、いろいろ働いてますから。ねえ、どうしてくれるの？あなたのせいで車が廃車になった。今4代目が突っ込みましたね。これはだいぶまずいですよ。ああ、大惨事だ。さっきから苦情の電話が鳴り止まないの。お金ちゃんと払えとか新車買えって言われてる。あなたのせいで廃車になったんですから、ちゃんと払ってあげないとダメですよ。私じゃなくてあなたのせいでしょ。あなたが勝手に使ったのが原因なんですから、ユリは悪くありません。じゃあ誰が悪いのよ。お前。あなた。私は悪くない。私はただ使われない土地を有効活用してあげただけで。今後は使うので使われない土地ではありません。それに何度もやめてって吉田さんからも言われてたのに。そんなの知らないわよ。私は
なるみさんに迷惑をかけたあなたのことを絶対に許しません。え、知らないんですか？ゆりはなるみさんのことが大好きなんですよ。なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視するストーカー気質。そしてなるみさんに迷惑をかけた人をとことん追いかけ徹底的に痛めつけるマッドサイエンティスト。違いますけど。なるみさんに関わった人のことを調べるというのは合っています。私はなるみさんを見守っているだけで別にストーカー気質ではありませんし、マッドサイエンティストでもありません。よりは現実を受け止めた方がいいよ。自分で見てるものと他人が見てるものが同じとは限らないんだから。何それっぽい感じで言ってるんですか？だって事実だもん。あなたはここのドッグラン立ち入り禁止しましょうかね。もちろんワンコの春だけは入ってもいいですけど。嘘だよ。何戯れてんのよ、こっちはやばいのに。つまりなるみさんに迷惑をかけたからわざと仕返ししたってこと？ドッグランが欲しいなと思っていたのは事実です。なるみさんの家から一番近いドッグランはあまり広さがないので大型犬には向きません。大きいところに行こうと思うと車で40分近くかかりますし。確かに今回の場所だったら車ですぐそこだからいいよね。私のワンコも大喜びなの間違いなし。誰が使わせると言いました？そんなに根に持たないでよ。だからってわざわざここに池を作る必要ないでしょ。一言ここドッグランにするからもう使わないでって言えばよかったのに。吉田さんやなるみさんが何度使うなと言っても無視したのは誰ですか？ここは自分の土地だからとか意味が分かんないこと言ってたのは誰ですか？それはでも。あなたは黙って車の修理費用か新車の買い替えを行ってください。絶対に許さない。お前たち許さないから。吉田も合わせて4人とも痛い目に合わせてやる。車の料金もお前たちが払え。反省しないゴミクズはさっさと沈めてしまいましょう。ん？オッケー。汚いものは隠さないとね。何言ってんの？なるみさんに迷惑をかけて反省もしないクズ。今後他人に迷惑をかけながら生きていく必要はありません。死ね。私が可愛く言い換えると死ね。つまりなるみさんの前から姿を消せと言ってるんですよ。黙れ黙れ。私に恥をかかせやがって。お前たちは金払え。池に放り投げてしまいましょう。もちろん手足を縛った状態で。え、ドッグランの池じゃないよね。当たり前じゃないですか。嫌ですよ、こんな汚いやつがいる池なんて。汚い言うな。昔魔女裁判というものがあって、手足を縛った状態で池に放り投げるんです。もしその状態で助かったら魔女、浮き上がってこなかったら魔女じゃなかったと認めてもらえる。でもそれってどっちに転んでも死なない？はい、消えますね。つまり手足を縛った状態で池に放り投げて、浮き上がってきたら罰を与えて、沈んだら許してあげるってことだよね。はい、あなたがちゃんと沈んだら今回のこと許してあげます。だからそれつまり死ぬよね。反省する気もないようなので、さっさと海の木図となってください。あ、池の木図ですかね。水死体は本当に見るも無残な姿になりますからね。ちょ、いや、話を聞いてよ。ドッグラン楽しみだな。アジリティとかも作る？あとはベンチとか、あとそこら辺をゆっくり考えましょう。結構なスペースがあるので、ちょっとしたカフェを作ってもいいかもしれませんね。ワンコと触れ合えるなら私もそこで働きたい。あなたの場合サボりそうなので嫌です。ちょ、聞いてよ、謝るからね。そんなことないよ、ちゃんとお仕事するから。つまみ食いもするでしょ？する、絶対する。いや、しないから。ダメです。話を聞け。その後、ヨミさんは廃車になった車を全部買い替えたみたい。ヨミさんお金に執着するあまり、若い頃から貯金だけはたくさんしてたみたいでさ、旦那さんにも全部事情を説明され唖然としてたってさ。草刈りを手伝ったのは友達のためだとか言い聞かされてたみたいで、それなのに勝手に使って金儲けをしてたなんてお前はふざけてんのか、だってさ。まあその他もろもろの日頃の態度もあってだろうけど、その後すぐに離婚。旦那さんは子供を連れて実家に帰っていった。残されたヨミさんは、タス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 、助けてって大声で言いながら逃げ回ってたとか、近所の人も気味悪がって彼女とは距離を置いちゃってさ、気づいたら彼女いなくなったんだって。ユリに後で話を聞いたら、
今はまだ生かしてあげてるみたい。裏の施設で子供たちのために働かせているみたいで、少しでも反省してないってユリが思ったら魔女裁判にかけるんだって。命のためだったら彼女何でも頑張るでしょ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。